で、じゃあですね、その鍵として何を使うかですけど、まあ、一番シンプルなですね、シーザー暗号と呼ばれるものですね。これはまあ、ジュリアス・シーザーの時代から使われていたと言われる暗号で、まあ、単純に言うとですね、この文字を別の文字に置き換える。例えばですね、ここにこう ZHORYHNBRW、 これ何のことか全然わからない文章ですけども、アルファベットでですね、3文字前に戻すと、はい、We love Kyoto University と、こういう文章になると、ね、こういうふうにですね、文字をずらしてやる、これ漢字と言います。あとですね、こちらもですね、なんか、オードラコニオンデビル、オーラスミセインという、これ何のことかわからないんですけど、これもですね、あるやり方でこう文字の順番を入れ替えてやると、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ザ・モナリザと、こういうふうにですね、意味が出てくると。この順番を入れ替える。この字を入れ替えるのと順番、位置を入れ替える、漢字と点字の組み合わせを行うっていうのが、まあ、近代暗号で使われる基本的な要素。